皆さん、こんにちは。リーナクリーナチャンネルのリーナです。本日は、エレファントカシマシ、風に吹かれてを聞いてみたいです。楽しいかどうか面白いかどうか、一緒に確認しましょう。で、動画を見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、パトリオンしてくれて、一応バスポンサーやスープセンスをしてくれてる人、本当にありがとうございます。早速ですが、聞いていきましょう。輝く太陽は俺のもので、きらめく地球はそう前の涙、普通の顔したそいつもの普通の風に吹かれて消えちまうさ。当たり前に過ぎゆく毎日に、恐れるものなど何もなかった。本当はこれで、そう本当はこのままで、何もかも素晴らしいのに。明日にはそれぞれ行くだろう、風に吹かれて行こう。わあ、さよならさ、今日の日よ、昨日までの優しさよ、見慣れたいつもの街を過ぎれば、そしらぬ顔そびえるビルの角、遠くで聞こえる、そう遠くで聞こえる街の音に耳を貸せば、悲しみはすごい、声は素晴らしいです。この街を包むだろう、お前に会いに行くまで。さよならさ、今日の日よ、昨日までの優しさ、すごく感動です。感動します。この時間がすごい。さよならさ、今日の日よ、昨日までの優しさよ、吹かれて見慣れてるこの部屋も
れて風に吹かれて風に吹かれて風に吹かれて、感動すぎるの曲です。はい、これで終わりです。それは数に吹かれてなんて深い意味だという曲ですね。わあ、すごい、未来に関する曲ですね。何もかもそれは数に吹かれていこう、絶対に。すごい、で楽しいというか、ズヤが楽しいとはもう言えません。悲しいというか感動すぎる曲だと思います。やっぱり本当に感動すぎました。あの心臓にどこからに、それは本当に反応した。本当本当本当です。すごい、皆さんどう思いますか？この曲をしていますか？なんか自分の気持ちと意見をぜひコメントしてください。私は全部読みますから、皆さんもあの好きな曲があればぜひコメントして、私と一緒にあの後で見に行きましょう。今日の動画を見ていただいてありがとうございます。この動画がよろしければぜひチャンネル登録もレクボタンもよろしくお願いいたします。はい、でくれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。